どうも、エルザです。それでは、ウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて、今回でそろそろ最後かなと思っております。ねえ、一応最後、ロンドンの守護者ということで、メインクエストやっていきたいんだけど、反対側まで行かないとダメだね。で、せっかくなんで、この地下には、ナイジェルがおもちゃをいじるために使ってる個人用のバンカーがある。奴はそこに閉じこもってるはずだ。施設の周辺にいる人間は間違いなく奴の信奉者だから気をつけろ。なら仕事はちゃんと終わらせないとね。幸い造園は近くをうろついている人員に限られています。ねえ、まあまあまあ、最初のね、デッドセックを人集めした主人公だね。一応主人公っていう感じだけはしてるんだけど、このキャラを使ってやっていこうかな、そろそろね。まあ、ロストする可能性は高い。高いんだけど。一回使ったきりっていうのもね、ちょっとかわいそうなんて。さあ、この中と、いうところなんだけど、あれ、そんな、そんな感じですか？あそこ鍵。ねえ、こっちは？あー、テックポイント持ちてるね。厳重だね。いいよ。誰かいるのか？さあ、次。できれば入ってがいいなと思ってたんだけど、いける？あの、とんだ勘違い野郎、懲らしめてやらないとね。打ち合いが始まってる。何壊れた。神風ドローン。そんなのいるの今。はあ、扱えないのが出てきたか、とうとう。
神風あれやばいね。次だ。もうちょい、もうちょい前で、もうちょい。ドローン周辺を調べろ。よしよし。アルミオンは誰にも止められない。本気で我々に立ち向かうのだ。俺の決意を試したいのに。いいだろう。やめろ。銃を使うわ。失った。よしよしよし。持ち場に戻る。異常なし。次に進むわ。ね、鎮圧ドローンもう一回取って、もう同士打ちさせないと。神風がやばかったな。はい、リロード。弾ちょうだい。当たった。はあ、弱い。シュラウドする暇はなかったね。上に行くにはどっかに、どっかにね、近くにいるはずよ。探して。はい、後ろ。最悪ね。お、持ってる人いたね。ちょっと頂戴しに行きますか。まあでもタレットを壊してて正解だったね。なんかチャレンジ成功した。タレットか。あの不愉快なオタクは救援物資が区内へ行き届かないようにすることで人々をアルビオンに従わせていた人物ですね。近頃はスプレッドシートだけでドローン部隊よりひどい悪事を働けるようになったものです。いいね、本当に最高。最高なのか。まあこういうのが好きなんだけどね、性格的にね。よし。んじゃ、あそこ解放して、ハックしちゃおうかね。はい、ハック。セキュリティが解除されました。これでバンカーへとつながるエレベーターにアクセスできます。
じゃあついでにお金もゲットしちゃって、基本1000ぐらいなんだね。待ちなさい。あ、動きはね、洗練されてないんだけどね。この子ね。本部、誰かにドアを直させた方がいい。逆にやられるよ君。よし、いいね。ハイジャックしてこっち方面、あ、中か。警備員しかいないのであれば、さあビトレイ。いやー、ビトレイ取ってるだけで全然いいね。隠れようとしている。まあそりゃ隠れるでしょ。ほう、あ、いいトラップ置いてるね。よし、行こうか。さあ、この国。地下か、なんか最初思い出すね。こんなところ通ってたもんね。てか、最初に死んだ男は、無駄死になったのかな。なんか急に思い出したけどね、あの風気、なんか雰囲気見たらね。本当に入りますか？キャスを倒すまでバンカーを離れたり工作員を交代することができません。準備でき、ああ違う。倒すまでだろう。できている。さて、終わらせに来たようだな、デッドセック。まだ理解してないだろう。我々の共通の知り合いゼロデイが始めたこと。俺による町の支配、お前たちの破滅。世の中というものはいつもそうやって動く。俺とお前たちのようなゴミとでは使命の重さが違う。この俺が法だ。さあ来い、見せてやろう。うわー、やべえの来たな。なんかメタルギアみてえなの来たな。キャスのドローンにはこちらの攻撃が通りません。ネットワークバイパスを完成させ EMP 装置を起動させてください。キャスが応援を呼びました。対応としては当然です。デッドセックやってくれたのか。いやー、これはこの町からお前たちを葬っている。あ？あ？
キャスはあれめんどくさいね。小雪向こうと。ここに繋がっていった。調べてみる。はい、一撃。え、戻る。ね、はい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 。あの装甲を攻略するには、ネットワーク経路を完成させ、EMP 装置。さあ、電圧上昇中で。点があらわになりました。攻撃してください。さあ、撃て撃て。一つ目の EMP 装置の効果がなくなりました。ネットワークバイパスで次のものを起動させましょう。動員だ。後ろに気をつけな。はい、こっちが後ろから来たよ。ていていてて。次のバイパスはどこから？やっぱあそこからか。やっぱクローク強えな。こちら派遣部隊、ドローンを展開して被疑者を捕捉する。そこか。ドローンのサイレン。次聞いたな。聞いたよ。ネットワーク経路を完成させて EMP 装置をチャージするんだ。発信はここから。制圧がすげえ。ピッと。危ない。回して、これも先に回しといて。次、下か。催涙か。ターゲットを無力化
火します。さあ出せ出せ。ああ、ドローンのシールドが復旧しました。次の EMP 装置を移動しましょう。やっぱダメージ高いね。お前たちの戦いは誰にも感じさせない。努力も犠牲も無駄だ。分からない。これはこれはあかん。やべえな。あれ、うまいことハイジャックしないとやばいね。やば。よし。やばい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 、やぶね。バグリーの言ったこと聞いたな。ネットワーク経路を完成させて EMP 装置をチャージするんだ。聞いてるんだけどさこれを回して解除。はあ、で解除。弱点を狙ってください。はいはい。ほらほら。とりあえず撃て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 。よし、あと一発。よし。
さあ終わらせよう。終わりにしよう。ここまでやってか。再び依頼にする。あれ終わるよ。本当に終わっちゃうよ。俺は倒せない。はい俺は倒せないって言ってたけど、弱かったな。感心したぞ。レジスタンスとやらはロンドンの守護者にでもなるつもりか。さあね、そのうちわかるよ。ああ、自ら重荷を背負うとは。最後には市民にも恨まれるだろう。奴らのためにしたことでもな。何が自分のためかはみんな自分で決めるよ。それがお前たちの欠点だ。人を信じすぎる。街でいろんな奴を手当たり次第に勧誘してるだろう。俺も昔は他人を信用したことがある。それで大事な人が死んだ。これでキャスはリストから除外されました。残念ですね。ゼロデイの正体は彼だと思っていたのですが。まだやらなきゃいけないことは山積みだ。キャスはもういないけど、ロンドンにはまだアルビオンが残ってる。とはいえこれで少しくらいは休めそうだ。ゼロデイの件も含めてな。さあミッション完了。ロンドンの守護者とアルビオンチャプターを完了。本章はあ、デトゼックチャプターを、え、チャプターを開始。ロンドンの反乱と、いいねいいね、デトゼックのパーティ。狂犬を見事に仕留めたな。他に選択肢はなかった。お祝いをしなくちゃな。俺をつけ狙う奴も消えたことだし、そっちのセーフハウスに招待してくれないか。さあパーティーに行きますか。いやー大変だった。じゃあ飛びます。さて戻ってきたよーと、仲間たちと話せと。あら、一人は君か。ヘイミッシュ、ここが気に入った？そろそろ仲間になる？いや、俺はフリーのままやらせてもらうよ。罠を仕込んでおかないと心もとない。だけど連携できるのは嬉しいよ。キャスに対処できる奴らなんて他にいないしな。イカれたリーダーがいなくなったおかげでアルビオも大打撃を受けるだろう。だが連中がこのままおとなしく引き下がるとは思えない。そっちもまだ戦う意志があることを願う。そう、あれ多分めっちゃ飲みすぎて吐いてるパターンだね。で、あーラウか。ケイトリン警部補だ。私らとつるむようなタイプじゃないと思ってたよ。でも来てくれてすごく嬉しい。今は立場は関係ない。盛大にお祝いしましょう。キャスは当然の報いを受けたのよ。メアリーもいない。クランケリーは守りに入るわ。デッドセックのおかげで悪人には不向きな町になってる。警察の体制が整うまではチームの一員でいさせて。
いやー、飲まないとね。イエーイ。いいなー。いやー、勝利したからね。あと、上。元気、ナウト。ダークウェブのお仕事はお休み？たまには息抜きもね。私たちが組み始めてから確実にこの街で下手な真似はできなくなってる。キャスの末路を見た同類たちも今頃ちびってるだろうね。流れは間違いなく変わってきてる。あんたたちと一緒にこれからも戦ってくよ。それじゃあね。あら、意外といい方向というか考え直してくれたんだね。めちゃくちゃ選択怒られたからね。懐かしいね、それもね。あんたは最高だ。いやいや、そっちこそって感じか。何がだ。最高だ。こういうのを待ってた。ついにおかしくなったの？言いたいことがあるならはっきり言って。ムカつくから。私の唯一の楽しみを手放せと。ヒントをやろう。不気味な声、キャッチーな名前、そして悲劇のヒロイン。ゼロデイをまだ見つけてないということを忘れてしまったのか。アルビオンもサーズもケリーも、あのスカイラーゼンすらも調べたのにだ。外ばかりに向けてるその目をたまにはうちに向けてみたらどうだ。問題発生です。こちらまで来てください。やっぱゼロデイは問題発生ね。ん？おじいちゃんか。どうも。お楽しみのところすみませんが、デッドセックネットワークに招かれざる客がいます。入手した技術を全てドロールブリタニアというデバイスにダウンロードしています。はあ？デッドセック、我々の名はゼロデイ。もうあったな、前世でだ。この町には悪役が必要で、お前たちはこの上なく敵役だった。今は別の役を演じてもらってる。お前たちは我々に戦争の準備をさせていた。町の救済に奔走していたのにな。まあ課せられた役は時として無自覚なものさ。そして一度始めてしまったら、最後は死ぬだけだ。ゼロデイにデータを盗まれた。私が感情を持たないただのマシンだったら、ゼロデイの脅威について警告したはずですと嫌味を言っているところですよ。分かったってば、バグリー。信号を追跡してくれる？コマンドの発信元までは絞れませんでしたが、ドライブにアクセスする際に自動運転車専用の IP が使用された形跡があります。大まかな位置情報は把握していますので、今すぐ調べてみてください。そうか、調べるか。お？外か。そんな近くいたのか。いやー、黒幕は誰だ？ゼロデイのハッカーの大まかな位置を送りました。今言ったように正確な座標は分かりません。エリア内を捜索する必要があります。検討を祈ります。急いでください。ありがとう、バグリー。敵の顔。よし、飛ぶか。デッドセックネットワークをハッキングした信号の発信元に近づいています。近いのか。よしよしよし。まあ今回ここまでにしよっか。結構まだまだ続きそうな感じもするんで、今回はここまでとなります。次回は敵の顔、ゼロデイの信号を見つけていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃん、またね。